やっと経験させていただきましたよ。銀座で寿司食いました。ザギンでシースーっすよ。ザギンでシースー、俺ステッカー持ってんもん。ザギンでシースーの、だからザギンのシースーの一番のファンと言っても過言じゃないですよ。で、まあ自分の力で、まあ、食べれたんじゃないんですけど、ちょくちょくイベントに呼んでくれる社長さんがいて、で社長なんですけど、自分のことを「エチョー」と呼べという恵まれた長と書いて「エチョー」って自分をね、社長だよ、社長だけど「エチョー」って呼びな、なんてね、いうね人でね、調子いいんですよ。ほんでその人ね、どういうイベントかっていうとね、もうストレス溜まりやすいんですよ。割とメンタル弱くて、うわーって思い詰めたら絶対に神社でお笑いライブを開催する人なんです。とんでもなくストレスが溜まった時にね、そういう人でして、連れてってやるよ銀座で、なあお前寿司もう食えねえだろうとか言って、ありがとうみたいな感じで言って、で皆さん知ってる人おるかな、勘定門で絶対領域という寿司屋、かなりの高級寿司屋ですよ。珍しいんですよ。うわ、珍しい。まあ普段そんな高級寿司屋いかんから何が常識か分からんけど、メタリックなんです。すごいメタリックでして、で大将とかもね、その3、4人、その店員さん、男の人、ね、板前さんいるんですけど、なんか宇宙人みたいな、こういう銀のヘルメットみたいな、半円のヘルメットして、ここに宇宙人って書いてるんですよ。宇宙人が握ってくれるって、わー言うて、一応コンセプト寿司屋みたいなことなんでしょうね。で、わー、ここですか、ここ高級寿司屋ね、ここ高級寿司屋、俺もね、初めて来るんだけどなっつって、初めて来る言うててね、いいらしいんだよ言うて、で、まあ、とりあえず座ろう、座ろうみたいな感じで、その、この半円みたいなこうカウンターになっててですね、15人ぐらいおんのかな、お客さん割と来てて、こう座るわけですよ、ちょっと高めの椅子にね。っつって、これ俺これぐらい知ってますよ、今の最近ここ2、3年の高級寿司屋の定番ですよね、高級寿司屋のね、羊椅子ですよね、って言って、これ本物ちゃいますよ、そのまだ命残ってる羊をコンセプトにして、こうね、まだ命のある羊をこの椅子にするっていう、この椅子のか、なんかこう羊の塊みたいな、それに座らせてるんですよね今。さすがやな、言うて、で高級寿司屋になればなるほど命の残り方が多いらしい、命の残り方多い、って言うみたい、どうも覚えといて。で、いや楽しみっすねーなんて言って、俺お酒飲めないですからね、なんかコーラみたいなのがあったんでコーラ頼んだりして、で、お前あれだな、今最近さ、ボンベ寿司っていうのが流行ってんだよ、ここあんの、ボンベ寿司言って、知ってます、ボンベ寿司って、ボンベ背負うんですよ、このタンクにパンパンに寿司入ってるってやつ知ってる？それ高級寿司屋ほどね、今取り入れ出してんねんて。俺はそれをやり、まあ、ごめんな、説明なくてな、みたいな。俺、それ食いに来たんだよ、みたいな。俺も経験ねえからさ、みたいな感じで。ああ、普通にいいですわ、言うて。断りまして。そう？お前、普通に頼む？俺、ボンベ寿司するわ。ねえ、だって、話になった方がいいじゃん、こういうの経験してさ。お前、芸人だったら、お前、そういうの経験しろよ、とか言われながらね。で、こう、なんかリュックみたいにボンベ背負うの。結構大きいボンベよ。で、ここになんか液晶腕時計みたいなのつけて、注文もできるし、寿司の順番を決めれる。これの次これにするみたいな。で、一貫一貫出てくるんですけど、チューブがあって、ここぐらいまでチューブ伸びてるんですよ、ボンベから。で、ここまで、最後までいったら息苦しいみたいで、ここまでね、伸びてて、ポーンって、もう確実に仕留めなあかんから、口の中に結構な速さでできてる感じなんですよ、ポーンって。で、その一貫一貫の間隔も1分とか20秒とか選べるわけで、それパーンみたいな。あれ、ボンベ寿司言うてね、勢いよとやって、なんだこれ、とか言って、このチューブとかで手こずりながらパーン言って、横で パーン、あえて5秒に1回出てくるからね、パーン、もう毎回びっくりしてます。おいしい、おいしい、パーンっていう。美味しいよ。なんです。で、大変やなと思いながら、僕はちょっと三貫盛りとかちょっとね、頼ませてもらいますって。俺はもう普通のやつね、こうやったら、もうなんかめっちゃ手こずってんのよ、なんかそのチューブがうまいこといかへんで、ボーンみたいな、ほんまにマジで、その5秒に1回止めりゃええねんけど、ボーン、あ、ごめんなさい、
もったいないもったいないみたいなバタバタしてんのよ。俺ちょっとごめんなさい、世話になってる絵長やけど、世話になってる絵長やけど関わりたないと思ったのよ。ちょっとなんかバタバタしてるから恥ずかしいなって思ったのよ。でね、この横にその常連風の40代ぐらいの女性がいて、でカウンター越しに大将と喋ってる。大将男前なね、50歳手前ぐらいの見た目なんですよ。男前な人でね、この2人が喋っててね、で大将がその女性に向かってね、いやー僕のね家の近所にね、エドワードっていう名前のね、エドワードっていうね、なんだかな、イギリス人かながいるんですけど、男の子でね。で僕寿司屋終わった後にその残った寿司もらえるんですけど、それたまにエドワード君にあげてるんですよ。これ食えみたいな感じで。でこの間もうエドワード君見かけたから寿司あげようと思ったらね、エドワード君が片言なんですけど、僕実はあんまりお寿司好きじゃないって言われて、いや元々から言ってくれよって、俺の食べる分をお前にあげてんだからさって思うじゃないですかみたいな。で女の人がこう聞いてるわけですよね。ふーんみたいな、そうなんですかってちょっと思い出したんですけどみたいな、大将に言ってるんです。エドワードっていう外国人いるじゃないですか、名前がエドワードだって。エドワードって大げさじゃないですか。えって大将、エドワードってすごく大げさだって思うんですよ。僕は外国人なんだみたいな、エドワードって言われると引いちゃうっていうの分からないですか大将みたいな。いや俺はからっきしみたいな引いてるわけですよ。エドワードってなんかマジじゃんって何エドワードってみたいな、え本気出してんじゃんみたいな、止まらへんのよ。女の人もなんかもう本気出してんじゃんってなりませんって言って、わかるーと思ったの俺前から思ってたんです俺も。エドワード勘弁してくれよっていうのはね、前々から思ってた。俺どうしてももう横でパーンやし、パーン言ってるし、もうそっちの会話わかるってなってるし、言うと俺と途中でごめんなさいちょっと会話俺ね、そのエドワードめっちゃわかるんすよ、パーン言ってる。エドワードめっちゃわかる。エドワードのほどの人が何を俺にしてくれるのと、ねえそうわかりますってね、エドワードって言われると期待しちゃうよっていうね、それほどの魅力がこうエドワード、もう喋り方も変わってもらってる、嬉しすぎてなんかこう通じ合えて、エドワードほどの人が何をそんなね、歩いてるだけでも腹立ちますもんね。何をエドワードほどの人が普通に歩いてねみたいな、え、わかります、そうですよねみたいな、パーンパーン言うてよ、見たらなんか床にパーンいてん、パーン、いつまで手こずってんねん思って、マイクなんないなこれってパーンパーン、もう床に打ちつけてるだけみたいになってるんですよ。パーン言うて、うわもうかかりたないよねエドワード、ほんまエドワードは良くないっすよね、エドワードは本当に良くない。大将がもう分かんないんすよ僕さっきそのエドワードの話、うん、そうなんですかって、ほんならそのなんかようやく整ったみたいで、あれさっき大将パーン言うて、さっき大将食感味わったことないやつあったんだけど、あれこれ何パーン言うて、あそれねつって、なんか大将もなんか嫌いなんかな、そのエチオのこと、これツナキュウですよって。で俺がツナキュウで、ツナとキュウリですか、いやツナの玉って書いて、そのツナのもうちょっとだけ酢飯混ぜてるんですけど、お口直しに20巻に1回のタイミングでツナキュウって言って、ツナのちっちゃいボール入れてんすよってで、うわーってパーンパーン言うてて、ね、ほんでねー言うて、ほんで女の人が、いやそういえばさ、そのエドワードが、まだエドワードだエドワードがツナキュー的な役割だったらもうがっかりですよね。ツナキューほどのことをやるなよエドワードがみたいな、思いません？いや思います。お前もっと大役になえよみたいなね。何をお口直してとどまってんねんみたいな、思ってますよねって言ったら、ふわーふわーってなんかなったんですよ。ふわーって絶対領域に突入します。ふわーふわー言って絶対領域に突入します言って、なんか赤いチカチカみたいなライトになって、で安心してください。これねタイムサービスなんですよ。これがなった30分後からは、30分間は
安くなるんです寿司が。で今までは普通のタイミングではなかったちょっと貴重なネタとかも頼めるようなそのタイムサービスの時間でもうパーンって格闘してるずっとパーン言っててフワーフワーに焦りすぎてうわーってなったんですよ胃腸がね。ほんでなんかチューブももうずっと定まらんからこうなってもうてなんかその豆電球みたいなバリーンって割ったんだ。はーってなってバリーンって割ってで俺らがこう見るわけですよ。大丈夫かな俺もまあ白状よ白状やけど。ほんなら胃腸が大将に謝られよお前が悪いだろ俺がバタバタしてるのになんでずっとほったらかしてるのてめえってそれ怒りますよ。なんだお前ほんでお前だよって俺にもずっと俺帰らずとでバタバタしてチューブでそれは俺調子乗ってボンベ寿司やるわって俺が悪いよちょっと助けてくれてもいいんじゃねえのかお前ずっとそっちに俺帰らずとででなさっき喋ってたエドワードのその話俺もわかるからなー